こんなアイテム買ってきました。稜線みたい。麦味噌になりますね。でも風船でいい。なんか余計カチカチだこれ。めちゃくちゃ寒いです。こんな冷たい。めちゃくちゃ酔ってる。もういやいや。ああやな。しかも体めちゃくちゃ痛いの。痛いの。靴下履かれ。履かせてほしい。痛い。ここめちゃくちゃ腕も痛い。運動不足がたたってる。
ぶーたんこぶーたんこいけいけいけあーつらあーつらあー朝からもう筋肉痛オンパレードですね。全身痛い。今日はね、こんなアイテム買ってきました。これはね、このパワーガスじゃなくてもね、寒くても使えるってやつですね。低温時用いつも使ってたんですけど、今日はこちら普通のガス使ってみます。このアイテムで、新しいアイテムで、これペタッとね磁石でくっつくんですけど、これでね温まるらしい。温めて、このガス管を温めてね、ちゃんと最後まで使い切れるようにするっていうアイテムですね。低温仕様じゃなくても寒くてもガス管が使えるっていうアイテムです。画期的でしょこれ。ただここくっつけるだけ。しかもね、ガスもね、これまた違うガスも使えるんですよ。もうここら辺乗せとこうかな。そっちのガス管も使えますね。アダプターがあるんでね。ただ USB でね、ポータブル電源か、こういったモバイル バッテリーが必要になりますね。 1.5 やったかな、 1.5 ワットやったかなんかね。まあまた載せておきます。必要になります。タイプ C です。ちなみにタイプ C の出力がないとダメです。こっちか。これで、あ、電気ついたかな。あ、ついてますね、緑の。ちゃんと安全装置が二重についているらしいんで、熱くなりすぎたら爆発しちゃいますからね。ここに水をスプーン2杯やったかな、なんかね書いてましたね。まあもうちょっと多めに入れて、そしてこれで蓋をしちゃうと。ああ、こぼれた。入れすぎです。ちゃんとスプーンで測りましょう皆さん。よっしゃ、 OK、これで OK です。これで暖かくなるのかな。これでね、低温仕様買わなくなったらもうめちゃくちゃラッキーやわ。これ全然効果なかったらショックですけどね。あ、ついたついた、よかった。火の方つきましたね、よかった。これがね、でも使っていくうちに缶が増えていくんで、ちっちゃくなっていくんですよね。大丈夫かな、楽しみです。よし、そんで風がきついんでこれつけておきます。これあれやな、滑ってくな、どうしよう。仕方ないか。今日の方はね、朝からもう足裏マグマちゃん張ってます。昨日めっちゃ冷えたんで、今日もね風がすごかったんでね、張っちゃいました。うわ、これ飛んできそう。いつもならね、これが天板が網網のなんですけど、今日は網網じゃないから、これを刺すとこがないんですよね。あ、火の勢いいいわ。でもね、今日の方はマイナスいってませんからね、まだお試し程度ですね。マイナスいってこの火の勢いだったらめちゃくちゃ使えますね。うん。しかもガス管って最後の方になったら本当残っちゃいますよね、あれね。低温時用のねガス管使っててもやっぱり最後まで使い切れないんですよね、寒いと。すげえ勢い、まあ、でも今日は温度はそこまで低くないです。うわ、風すごいなこれ。風が来るわこれ。もうちょっと、ちょっと下がろう。これこっから出したらいいかな、これもしかしたら。あ、閉めれる、ちゃんとパッチリ。よし、C 刺して、あ、もう沸いちゃったや。でも C 刺してバッチリやな。1匹の甘酒の方入れてきますね。昨日甘酒めちゃくちゃうまかったから。よし、お湯入れてきます。甘酒がうまいのよ、この寒い時は。
コーンポタージュもいいけど甘酒もいいですよね。よっしゃ、この一匹の甘酒大好きですね私。よーし、いっちゃいますよ。うわすげえ、あれ稜線みたい、見てあれ。さあ、いただいてきますね。ああ、美味しい。最高やわ。怖っ怖っ怖っ、滑ってる、怖っ怖い、かなり危ないやつやこれ。はい、もうね食べる準備しちゃいました。風は相変わらず強いですよ。昨日の晩もね、ほんとテントが揺れてるぐらいね、地震かと思うぐらいもうずっと揺れてましたね。なかなか寝つけなかったのかな、もう気絶してるように寝てたのかな、もうなんかいつの間にかね寝ちゃってましたね。さあ今日の方はね、こちら豚汁の方になりますね。豚汁うどんです。豚汁うどんね、花丸さんやったかな、美味しいのね出してますよね。早速作っていきたいと思いますよ。これめちゃくちゃうまいのよ。今日はねちょっと炒めていきたいと思います。炒めてね、ちょっと香ばしさを出して美味しくしていきますよ。さあまずはお肉とかね切っててね、もうフライパンの中に入れちゃいます。今日はねフライパンでもう完結させちゃいますね。なんでだってもうここね運ぶんですね。私運ぶところってねあまり行ったことがないんで、運ぶって大変じゃないですか、荷物運ぶってね。だから荷物もかなり減らしてます。テーブルもこんなびっちり、乗るスペースなしですね。でも全然いけてるからいいや、これで。でも風がきついのは本当辛いですね。明日はもうね風が止むみたいなこと書いてました、天気予報。なんでやねん思うわ。もう私はねもう春スキーみたいなイメージをしてたのに、もうポカポカ陽気のね中で滑るっていう。朝ガリガリやったし昨日、ほんまついてないってありますね本当に。皆さんもねよかったね、私こういうのついてないわっていうのあったらね聞かせてください。聞きたいっていうか逆に、いつもね私の方がついてないことばっかりやから、他の人の聞いて笑いたい私も。そんなことあるんやで、レンチャンでそれは辛いっすねとかね。よかったらコメントの方でお願いしますね。さあネギの方切ってきますね。ネギの方も炒めてね、これ香ばしくしたいと思います。焦がしネギとかいうのあるぐらいですからね、ラーメンですけどうまいでしょう、その方が。ごま油でね香りつけて、ああ転がってった、一個たりとも逃がさないぞ。ちょ、ごま油引くの忘れてましたね、風が強いというか。よしこんなもんでいいわ、スイッチオン。あつかへんか、あついたついた、あー優秀やわやっぱり。あーごま油のめちゃくちゃいい香りたまりませんね。火の勢いめちゃくちゃいいわやっぱり。空がゴーゴー言ってるわ、なんかもう風がほんときつい。昨日から全国的にね風が強いんですよ。ここのゲレンデそんなにねきっと風強くないと思うんですけど、今回はまあ仕方がないですね、全国的に風が強いっていう予報だったんで。
ごま油の香りが最高やわ。もっとごま油入れたくなる。すげえ風も。やんでくれ、風止めて誰か。本当に。あーでもうまそう。めっちゃうまそうなってきた。やばい。このまま塩つけて食ったらええわもう。よっしゃ、そんじゃね、ここにちょっと少々の水入れて、少々だけにしときます最初は、そしてこの豚汁の具の方をね入れたいと思います。これだけでも良かったんですけどね、でも香ばしいのうまそうだったんで、作りた方見てたら本当はね最初から全部ね炒めたらいいんですけど、この朝だとねこの撤収時間とかもあるんでね、これ使っちゃいます。大根とか入っててうまそう。よし、もうここにねこの出汁の方いっちゃいますね。パラパラ、カツオ出汁をパラパラ。どんなもんかなこれ、いっぱい入れりゃええってもんじゃないですよね。めちゃくちゃうまそう。これちゃんぽん麺にしてもうまそうやわ。このままもうちゃんぽん麺食べたなってきた。ちゃんぽん麺もうどんも一緒っすよね。よし、ちょっとうどんここでまた水足しちゃいますね。あうどんやからな、ある程度水分必要ですね。ちょっと一煮立ちさせますね。もうせっかくのねポカポカキャンプだった予定なのに、ほんとこんな風貌も抑えながら強風に耐えながらやるキャンプになると、過酷キャンプになるとは思いませんでしたね。ほんとどぼちでなの、どぼちでどぼちでどぼちでなの。ほんまよし、沸騰してきます。もういいやろこれ、これいいよ。あちゃあちゃあちゃ、これ危ない。よし、これもう飛んできますからね、さっきからね蓋も取ってきました。よっしゃ、お味噌入れて、うどんも1分でできますからねこれ。よっしゃ、とりあえず味噌入れていこう。これ味噌を溶いていきますね。セゴ丼甘口です。よっしゃ、麦味噌になりますね。どれぐらいの量入れたらいいかわからないんで、ちょっとね様子見、味見しながら溶いていきたいと思います。ああ何回も消えちゃう風で、タフマルもね風で強いと言われてるんですけど、もうねキャンプやってたらねタフマルじゃなくてもいいと思うような、タフマルよりもあの風防を巻くのが一番いいですね。あ、うまい。ごま油の香りがうまいかもこれ。これめちゃくちゃうまかったっすよ。やばい。そしてうどんの方入れてきますね。このうどんがね1分でできちゃううどんです。もちもちうどんって書いてましたね。もう世の中ほんと便利なものができたわ。よいしょ、もうこれほどいてったら完成です。この塊をね、うどんってね麺類ってなんでこんな固まっちゃうんやろ。これでちょっと一回蓋して風防つけちゃおう。風防もうすごいわ、もう風、もう勘弁して、もう風。よし、これでちょっとグツグツしよう。よし、もう完成しましたね。早速食べていきましょう。もう食べよう食べよう、腹減った。よし、それではねいただいてきますね。いただきます、いただきます。あーもう腹減った、死にそう。
あーうまそう。よっしゃ食べてみますよ。あ全然うどんがつかまれ。うどん、あそれではいただいてきますね。いただきます。うん、めっちゃうまい。肉をね煮込んでないからお肉も美味しいですね。あの煮込んじゃうとねどうしてもカリカリのねなんか肉になっちゃうからパサパサのめっちゃちょうどいいぐらいのお肉です。うん、ごま油いいわ。そしてうどんはもちもちではありません。フライパン豚汁うどん最高ですね。これめちゃくちゃうまいわ。しかもねこうやって運ぶところではねもうほんと食器とか持ってくるの大変ですからこれぐらいでちょうどいいですよ。もうフライパンで直で食べるぐらいがね。すべてここで完結。うまっ。なんかこの風もいいわ。こうやって揚げただけでもうね風でふわーって冷えてきますよ。そこもう普通に食べれる。うん、うまっ。あって風船でいい。うん、うまっ。最高です。うん、うん、うん、うまい。あ、いい香りしとるわ。もうね、ゆっくりして桜餅食べてってますね。あこのテントです。このテントの中からねこの枠ですね外見るのめちゃくちゃいい絵になりますよ。めっちゃいい感じ。ねえなんか雰囲気いいわ。うん、おいしい。はあ、片付けようかな。まだ風吹いてるわ。ちょっとね揺らして血行良くしよう。あー痛い痛いよ。体中痛いよ。おっさん痛い。よっしゃ出ましたね。はい、ありがとうございました。あー外した。よっしゃこの角段跳び一瞬大変ですよね。一瞬で骨折れたりするで。もうだいぶ埋めましたからね。これ掘るのが大変さ。なんとか行けたよ。あ、大丈夫。
大丈夫じゃない。撤収の方終わりましたね。あー、よかったです。なんとかね、テントも持ちこたえてくれたし、この強風の中楽しめました。あー、よかった。あとちょっとね、チューブして遊んで帰ろうかな。体がたかてあるのに、もう やれってさ、もう、はあ、とりあえずここにもちょっとだけあるんで、楽しい。